ゆたカフェ。さあ、第3回目の放送になりましたゆたカフェ、2月ということでバレンタインスペシャルでお届けしていきたいと思います。さあ、今回バレンタインスペシャルで作ったスイーツは、クモンカイトといえばそうですよね、皆さん正解です。バナナでございます。バナナを使ったスイーツを作ってきました。その名もじゃーん、バナナの熱々フォンダンショコラ。さあ、このあったかいフォンダンショコラにバニラアイスを添えて、作ったスイーツ、今回はこのゲストをお迎えして、食べていきたいと思います。ゲストの2人。というわけで、今回はこの2人をお迎えしてトークを進めていきたいと思います。やった、俺ね、行きたかったの。私もすっごい行きたかった。あの動画見て、うん、俺3ヶ月でやってるけどさ、ユタカフェが出るって聞いて、俺見に行った。やったそしたらさ、なんかめちゃくちゃすげえケーキとかさ、食べたりしてさ、すげえ羨ましい。オレンジのベイクドチーズケーキなのになんで俺じゃないのって言ってたんで、本当に今回は今から2人に食べてもらうんで、うん、楽しみにしてください。はい、というわけで2人をゲストにお迎えしてトークを進めていきたいと思います。ちょっと待って待って、さっきここにいたやつすげえ乗り出してんだけど。えでもこいつすげえ欲しがってる。あ、久しぶりじゃん、レオ。レオレオってレオなんて言ってる、大丈夫。レオだよレオに、あれ、あれ、食べたい。このショコラ、食べたい。レオ食べたいの。食べたい。でもね、これかわいそうだけどね、あの、ごめんな。ダメ、ダメ、雑じゃダメ、雑じゃ動物虐待しないで。はい、というわけで、2人に、このね、熱々、バナナのフォンダンショコラ、試食してもらいたいと思います。じゃあ、いいよ、早速、食べながらトークしていこう。これ、うん、食べて食べて。食べていいんですか、こんな。おしゃれな番組持ってんの、お前。さあ、ね、すごいですね。いいでしょう、うん、これね、ほら、だしこれ見せてあげて。うちょ中をね、聞くとね、とろけてー。すげー、チョコが出てくるんです。すげえ、すごいです、これは。これとアイスを一緒にね。アイス、そうそうそう、これを添えて、添えて、ちょっと、いいよ、食べてみて。いただきたいと思います。どう？いや、それ言うてもさ、そのチョコレートのただのケーキやろ。そうやね、そうそう、そんなただ甘いだけやって。そうや、いやいや、ほんまや。早いでしょ。早い、食べてない。食べてない、食べてない。あ、落ちた。じゃあいただきます。うん、うまっ。どう？いや、バナナの味がすっごいしっかりして。あ、そう、俺チョコバナナ大好きなんだよ。これいい。今回は、だからそのバナナを入れることによって、はい、こう、なんかこうちょっと甘さ控えめというかね、うん、バナナとそのチョコバナナってね、好きな人多いじゃん、うん、だからそれをね、思って、あったかいバナナも美味しいっしょ。うん、美味しい。あのね、美味しいっしょって何にも鼻に入ってこない。でもさ、じゃあこのね、ケーキもそうなんだけど、今日さ、何これ、俺らエプロン。エプロンしてんだけど、これは何なんだよ、某雑誌でスペシャル映像撮ってるから着てるだけで、美味しい。うん、こっちが、こっちがメインと。そうそう、今日ね、実はね、取材もやってるんですよ。で、その、取材の中で、このね、服を着て、やってるところもあるので、それとね、またゆたカフェもコラボもしますんで、そちらの方も、見逃さないでくださいね。これなんかね、中にトリュフを入れてるんですよ。そしたら、トローンってとろけてくるっていう。いいっしょ。やばい。この舌の中でこのトリュフがとろけて弾みますよ。弾みます。
ガーシーいいよ、食レポ。ガーシーの頑張ってるから、で、これね、あの、一回焼いておくじゃん、このケーキをね。そしたらね、あの、後々冷めてもレンジでチンすればもう一回中のチョコレートとろけてくれる。マジで。だからすごいね、お昼にね、お昼にね、お母さんと子供とね、一緒に作って、あ、いいじゃん、それね。お昼3時のおやつ食べるでしょ。3時のおやつ食べて、パパ帰ってきたら、パパ今日作ったんだよってレンジでチンしたら、とーって出来たてが食べれる。全国のママ聞きましたか。聞きましたか。だからアイディアもらっておきましょう、はい、このバレンタインでね、もうこう愛のあふれるあったかい時間をね、過ごしてほしいなと思って、あったかいケーキにしたんだけど、バレンタインの思い出とかある？俺ね、俺も手作りであげたことがあるんだよ、実は。何？あのね、そのもらったからさ、ホワイトデーでさ、手作りでチョコレート返したの、そしたら、俺下手くそやから、ミスっちゃってでもそんな作ったから、せっかくやから食べてもらいたいから、あげたの。そしたら、残されたよね。普通に残された。私も豊さんみたいに、うまくなかったから、このバレンタイン作るときは、本気だったんですけど、なんだろう、もうスーパーに何回も行き来しました。失敗して、もう買い物して。材料をね、材料ばっかり買いに行ってね。だから、材料費がすごかったです。そこね。はい、まあでもね、そんだけ二人はね、こう愛情かけて作ったということでね、おいしい。本当に愛情を込めて作ればみんな喜んでくれると思うので、笑顔になってくれると思うので、ぜひ、今回ね、紹介したバナナのフォンダンショコラ、ぜひ皆さん作ってみてください。いや、このバナナあげるよ。え、このバナナあげる。おバナナめっちゃおいしい。せっかくやからさ、ありがとうね。おいしい。おいしい。涙目になってます。おいしいね、おいしい。でもね、ほんとにね、チョコバナナにするとね、バナナ苦手な人とかでも、食べれちゃうからね。何のこと言ってんの。はい、というわけで、まあね、この先も、毎週日曜日、仮面ライダーガイムの放送続いていきますので、ぜひ、応援してください。応援してください。はい、GAIM としても GAIM。俺間違ってばっかり言われたの。もう一回これなん、この親指がいかんで、ゴロ、こうな、こうしてな。 GAIM です。豊かほでも GAIM。 はい、どちらもね、楽しみながら、仮面ライダーガイムの放送も、皆さんにかっこいいところを見せれるよう頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。あ、いや、尻尾でゴミ取れた。あ、こんなんじゃこれ食べたい。はい。